焼き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな。うち、それを先に言え。なめてんの結構のガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ、俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くの、これだから田舎者は。ポーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちょっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい、ここの残飯最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。誰だ。この子が七つの大罪？店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前店？豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん？おかしいか。いえ、その背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。へへ、ビビった。スカだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。はシャネル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか。よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんを？フォークじゃねえ、フォーク。逮捕していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだろ。はい、やっぱり。
すごく美味しい。なあ、お前あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた生きてるか死んでるかもわかんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けよ、村人からの通告があった。おい、出てこい。呼んだか？なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか、このサビの騎士ホーク。この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ。なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。な騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。ガキ、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。アリオニさん、裏から女が逃げました。なに、急ぎツインゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビ抜きした。おい、七つの大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした？豚が突進してきます。おい、来るな来るな来るな。お前はなんで七つの大罪を探してるんだ？聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって、何から？聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら。先日聖騎士たちの手により、国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか？それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては、着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ、大変だな。ってのんきだな、おめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ？唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば、七つの大罪だけなんです。おっと、通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいか？お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが七つの大罪とおぼしき人物だ？どちらも手配書とは似とらんようじゃ。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり恩美は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。恩美には王国から捜索指令が出ておりました。生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、
諦めるわけにはいかねえって言ってただろう。私がおとなしく投降すればあなたの命をむやみには奪わないはずです。ジン、どの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして、私嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、誰を頼ることもできなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺。の名前だ。シンボルが獣の、いえドラゴンの。うわっ、どういうことだ。わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。この尋常ならざる力は、あの伝説の。うわあ、七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。使ったわけだな、エリザベス。残りの6人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら客も情報ももっと集まるんだかな。一緒に行くだろ。しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。ナイスタイミングだろ。さすがホークママ。呼びに来たのは俺だ。さあ行くぞ、次の町へ。出発だ、ホークママ。お、豚の帽子だろ。今日は何の祭りだ。はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を。なんでまた。先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、この村はもうおしまいじゃよ。ああ、みんなして何情けねえ声出してんだよ。俺の立ちの七つの大罪にかかりゃ
そんな楽勝だぜ。これミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。私は村の全員が最高の出来と自負しております。まずい、馬の小便よりはマシな程度だ。うちの村のエールをよくも聖騎士なんか知るもんか。げっ、聖騎士様の先に虫が。お許しくだされ。よく聞け、日没までに聖騎士様の剣を引き抜かねば村人に課す取り立てを今までの10倍にする。むちゃくちゃだ。水が枯れたままじゃ10倍どころか1本分の酒も作れねえよ。これは罰だ。聖騎士様を侮辱しただけでなく、大罪人7つの大罪を友などとのだまったからだ。くそ、リードはバカなことさえしなければ。リード、またお前か。ガキじゃ面白くもなんともねえんだよ。取り立て20倍にするぞ。お前なんかに抜けるわけないだろう。いい加減にせい。村長、わしら酒造りの誇りを傷つけたら誰じゃ。ミードか。違うぞ、あの子の行為はいつだってわしらの気持ちの代弁だったのではないか。ねえ、俺も手伝おう。俺もだ。ミード、一緒に抜いてやろうぜ。おい、おめえら俺たちの話聞いてたか。20倍だぞ、20倍。よし、行くぞ。ピクリとも動かねえでやんの。俺たちは貴様らの安酒で飲み直しだ。にしか抜けない剣を、あんなガキが。ねえ兄ちゃんは、ひょっとしたら本当に。おう、ひょっとしなくても俺はただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて。ミード、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け。ミード、ごめんな、ミード。頼んでない？あれ？こっちこっち。うちの手伝いとかしたことねえだろ。見ててわかんだよな。全然なってねえもん。こらミード、偉そうなこと言って。あんたはもっと反省しな。あんまり調子に乗ってたら白夢の森に放り込んじゃうよ。やだ。白夢の森って？聖騎士も近寄らないおっかない森なんだ。おばさん、いい子にするからそれだけは許してよ。本当かね、この子は。約束するって。おばさんの目ごまかそうったってちゃんと見てるからね。バーニャへの距離と方角を教えてくれ。正確には。あ、はい。この砦より南東4時の方向、距離にして 7.3 マイル。この角度か。見てたら急に父のことを思い出してしまって。そうか、
無事だといいけど。もうちょい左か。ダメですね、ホームシックに浸っている場合じゃないのに。聖騎士の横暴に苦しめられている人たちがまだたくさんいるのに、王女がこんなことじゃ先が思いやられますね。でも俺を見つけたろ。そんなに落ち込むな。お前がみんなを守りたいと思って俺の店にたどり着かなかったら何も始まらなかった。お前はお前のやるべきことをやった。それで十分だ。俺には俺のやるべきことがある。メリオダス様！ほい！やはり生きていたか、七つの大罪。メリオダス。メリオダス様、本当にこの森に七つの大罪は隠れているのですか？多分。確たる証拠もなしに来たってのか！あのな、この森にはとんでもない怪物が出るって噂も。根拠なら一応ある。この白夢の森は見た通り馬での移動は困難だし、方向も見失いやすく、漁師や旅人も迂回する森だ。確かに身を隠すにはもってこいですね。おい、もたもたしてねえで行くぞ。はい。慌てるなよ、神経質な小豚は嫌われる。あ、誰が神経質な小豚だ。こらこれが、メリオダス、言っとくけど俺が本物だぜ。これが森の怪物？確かにとんでもねえな。よっしゃねえ。ホークちゃん、エリザベスちゃん、オスカーにもぶたれたことねえのに。ホークちゃん、私、メリオダス様、私がわかりますよね。私はここにいます。違います、私が本物です。帰れ帰れ人間、森から出て行け。さっぱし見分けがつか。さて、一体どれが本物だ？私です。信じてください、何でもしますから。よし、なら今から全員俺の言う通りに動くんだぞ。返事は？はい。それじゃ、右手をピンと上げて、左手は頬、恥じらいの顔で俺の名を呼ぶ。メリオダス様。ほう、爽快。真面目に攻めしろ。よし、じゃあ最後、思いっきりジャンプしろ。ジャンプ！ごめんなさい、無理です。すげえ！いたずら公認のハイドアンドシーク。森の怪物の正体はあいつらだったか。追うぞ。ダメよ、あいつらが逃げる先に何かいるはずだ。あれ、女の子。おいおい、まさかあいつらあの子を襲う気じゃないだろうな。あんな小さな子を襲うなんて。そうだぜ、あんな小さな小さな小さく、ディアンヌ様、ディアンヌ様、聖騎士の侵入を許してしまいました。ディアンヌ様！ん？もしかして巨人族の聖騎士だと？でき！
で、まさかこのでけえのが七つの大罪の嫉妬の罪、サーペント神のディアンヌ。それでそっちの子は誰？はじめまして、ディアンヌ様。私はエリザベス、メリオダス様と共に旅をさせていただいているものです。団長と二人で。うわぁ、キモロー。ようやく好きな男と再会できたと思えば女連れだって。乙女心が傷ついたよ。つうわけで、エリザベスは聖騎士どもの暴走を止めるために七つの大罪を探して旅をしているんだよ。そうだったんだ。僕ってばついうっかり早とちりしちゃってごめんなさい。とにかく俺はエリザベスと一緒に七つの大罪を集める。知りたいこともあるしな。うん、分かったよ。なら僕も行く。この嫉妬の罪、サーペント神のディアンヌ、力を貸すよ。今のおかしいよ。この森には動物はほとんどいないはずなのに。ブブ、雨雲の匂い。見ろ。これは雷くん。なんだこれ。団長、体がしびれて動かねえ。お前はようやく会えたな、七つの大罪。さらにまたな。団長がまたなって言ったんだ。話せ。ピリピリする男は女の子にモテないって僕が昔教えたろ。サンキュー、ディアンヌ。おー、こらー。さっきはよくもやってくれやがったな、この豚野郎が。今度は俺のターンだぜ。お二人ともご無事ですか？ああ。ほら、豚野郎は。豚はお前だろ。いい匂い。メリオダス様、その傷は？ああ、大したことねって。あんまり団長にベタベタしないでよ。団長のそばにいるのは僕の役目なんだからね。手当てするなら僕がやる。俺だってあいつにケツ思いっきり蹴られたんだぜ。ホークちゃん、後でお尻のお肉冷やしましょう。もう、心配してくれるのはエリザベスちゃんだけだ。